さん、先商品が売れる理由とかにしときましょうかいや僕はね悔しいんですよねあの <laughs> 悔しいですよやっぱでもまあそれは仕方,仕方ないっていうことだったらまあ仕方ないっていうふうにあれかもしれないですけどまあ単純に考えればわかることでダイエットが一番分かりやすいと思うんですけど一生懸命ランニングしましょうっていう商品とたった3分乗るだけで 1 0キロ痩せられますっていう商品があったとしたら、それはたった3分乗るだけで痩せられるとかね、たった3分、な、座るだけで痩せられるっていう方が売れるでしょうね。ランニングしたくないですからね。うん。ランニングみんなしたくないですよ。時間もないし。うん。でも痩せるんですよ。ランニングすれば。うん。 だからね、あのー、うーん、多くの人はやっぱ、そういうふうに、なんかいろいろ、僕もいろんなお客さん対応してますけど、僕の商品って結構気づいた人が買ってくれますよね。でも気づいた頃にはお金がなかったりするので、まあ僕は頑張らないといけないですけど、やっぱね、失敗してから気づくっていう、<laughs> ちゃんとやらないといけないんだっていう話ですよね。うん。でもね、逆を言うと、まあそういうマーケットがあるわけですよ。 ね、でまあそこでだまされましたとでもネットで稼ぎたいとあちゃんとやらないといけないなじゃあその時ちゃんとやるためにじゃあだ誰をから学ぶのかっていうところで僕がいるっていうねそううんだからまあ、うん、売り上げはそんなに大きくは上がらないですけども、うん、しっかりとこう売り続けられる理由っていうのはうん 騙される人がいるからっていう <laughs> この矛盾なね矛盾な世界もありますね <laughs> そう <laughs> うーんまああの僕はその売上規模そんなに大きく上げなくても昔と違って個人でこうやっていくだけですのでまあ今のやり方でもなんとかできてる理由はランニングしましょうっていうねえだけでもなんとかやっていけるのはまあそういう感じかなと思いますねあと考え方とかも売れますね結構ね 逆に最近はね、僕考え方の方が売れる、売れるようになってきましたね。<laughs> マインドですよね、うん。その考え方だからうまくいかないんだよっていう話で。だからそこにもこうアプローチできる理由も、うん、失敗してるからですよね、うん。あ、やっぱそうだよね、みたいな。これじゃ稼げないなっていう。うん、でもその気づかなければ、まあ、なかなかアプローチしづらいんで。 だからまあこれからも売れるでしょうね。たった3分で乗るだけで痩せられるっていう商品は売れるでしょうね。うん、特にこれから夏ですからね。夏に向けてみたいな。そう。久保さん知ってあこれ、これにしましょうか。あのね。うんとね。 うーんとね、あのね、そのダイエットですげえ、百人、めちゃめちゃ痩せてる人がいるんですよ。うーんと、めちゃ。あの、すごい頑張ってる人で、YouTube で、今、チャンネル登録10万人超えたかな。うーん。あの、すごいですよ。全然、あの、外見が変わって、まあ、普通にちゃんと、 あのトレーニングして痩せてる感じなんですけどすごいです。まあそのチャンネル名にしておきましょうか。はい、頑張りましょう。いってらっしゃい。